ちょうど高崎市の同じ歩みで来てますんで、今106年ぐらいなんですか、6年か7年ぐらいですね、お茶人向けの本格的なお菓子屋ということで長年させていただいてます。お砂糖のお菓子に夢を与える、そういった細工をしているのがこのアルヘイ細工かななんて気がしているもんですから、これの魅力っていうのをなんとかね皆さんに知っていただこうっていうのを、いろんなものを作って試してきたあれですね。このアルヘイトっていうのはぐーっと引っ張ってツヤがあるときは簡単にパリッと割れるんですよ。ってことは食べても歯につかないんですね。カリカリ食べられるような飴ですから、それを細工するって結構至難の技ですよね。ですからこういう時はこうやるという理屈じゃなしに、手が覚えなきゃならない仕事なんです。手先の感覚で物を作るって楽しさを皆さんに知っていただきたいっていうのがやっぱあるんですよ。こんなにやってみると面白いんだって皆さんに喜んでもらえるんで、私はこの飴細工の楽しさを皆さんに伝える、これは大変な仕事だし、自分にも喜ばしい仕事かななんて考えてますんで、結構夢中でやってますよね。何なんでしょうね一流ってね。ただこれは今まで食べたことがないよ、美味しいねって言ってもらえるようなお菓子が作れる人間、人が認めてくれるようになったっていう面では、多分一流のレベルに達したんじゃないかなって私は思うんですけど、皆さんが私に一流になったねって言われたこともないですから、全然思ってません。